の愛知です、今回はですね、受験がね、もう直前になってきた方もいると思うんですけど、受験直前、この時期に何をやったらいいんでしょうかっていうね、相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では、まずですね、勉強内容ではないところから話をしていきます。で、個人的にはこっちの方が大事、勉強内容よりも。で、ちょこちょこね、同じようなことを話してるんですが、寝る前に、一日の終わりのね、寝る前に少し時間を確保して、その日、できるようになったこと、まあ、前に進んだことね、成長したことを必ず確認してから寝るようにしてください。で、これはですね、まあ、例えば具体的にどうやるかっていうと、まあ、寝る、まあ、なんだろう、12時に寝るってもし決めてたら、まあ、15分とか20分前で構わないです。まあ、歯を磨いて、あと布団に入るだけっていう状況になった時に、その日やったことを見直すの。もう一回解くとかはしなくて構わないので、何覚えたっけな、何できるようになったっけなって。例えば英単語だったら、この単語だったな、ではこの単語ちょっと覚えるのに苦戦したんだよなとか、数学とか普通の問題だったら、あ、そう、こういう問題の時にこの公式だよね、オッケーオッケーみたいな。その日勉強してできるようになったことを確認する。それから寝てください。で、これにはいくつか効果があって、まず1個目は、自分がよく言う、その、なんだ、繰り返し学習っていうところの1個になります。もちろん、その瞬間解いてるわけではないんですけど、一回やったことをもう一回見直してるので、頭にちょこっと入れ直すっていう、まあちっちゃい反復練習というか反復作業をしてることになるので、定着しやすいっていうのがまず一個。で、もう一個が大事で、これは自分の成長したっていう実感を持ってほしいの。この時期っていうのは、まあ受験直前になってくるので、やってもやっても進めてるというか成長してる気がしない子が増えます。だからいくらやっても前に進めてない感覚になりやすい。それは人にはできることとできないことがあるんだよ。もう当然ね、全部できるなんて人はいないから、そんな無敵な人は。で、いろんなことを考えた時にできないことの方が多いはずなの、人っていうのは。もし勉強だけに考えた時ね、勉強だけのそのカテゴリーで考えた時だったら、すげえトップ校、進学校とかすごい有名な高校大学を目指している方はできることの方が多いと思う、きっと。でも大体の方がそうじゃないはずなので、例えばじゃあできることとできないことが同じぐらいあるとするじゃん。それでもできないことの方が多く感じる。なぜかって、人はできないことの方が目がいってしまうから。特に自分のことだと。これが他人のことだとできることに目がいくんだよね。だから人は周りを見た時に、うわあいつすげえ得点伸びてる、あれこれなんか超できるようになってるんだけどとか見るんだよ。でもよく考えたらできないこともたくさんあるはずなの、その子に。でもそれを自分に置き換えた時にはできないことの方が目立ってしまう。だからそこばっかり目が行くと成長できてない感覚になる。そうするとやってもやっても意味がないって思い始める、自分に。そうするとどん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 モチベーションもテンションも下がるから勉強効率が下がる。で、テンションも下がってる状態で本番迎えたら、その、なんだ、そのテンションで本番を迎えてるから、まあさ、パフォーマンスというか、その場で解ける能力も低くなっちゃうんだよね。そう。やっぱり、受験本番にモチベーション高くいくってのはなかなか難しいの。不安とか、ね、そういうのはまあ付きまとう。それはしょうがないんだけど、不安とかがあった状態でも、でもやったるんだって。できる、大丈夫、私ならって。俺ならいけるよって。心で思って、本番迎えたらやっぱりその分強く入れるんだよね。得点にも出る。そう。で、それは例えばちょっと 2,3 日ちょっと頑張って本番のモチベーション上げていこうなんて難しいのね。センターまであと2週間切ってるわけだし、まあ私立入試がねいつかわからないけど、まあ1週間2週間3週間と思うんだよ。やっぱり早くからこうやってまあ寝るときに自分が成長してるんだって、やってできるようになってんだっていう実感を持たせてあげないと本番のパフォーマンスに差が出てしまうので、これね、もう何言ってんだと思うかもしれないけど、ぜひやってください。これだいぶ違うから、本番の時の心の安定度合いが。なので寝る前にちょっと時間確保して、その日できるようになったこと、その時にできないことにも目が行くんだけど、そこはグッと我慢して、それはもしできないことはこれできなかったなって思うんだったら、翌日の宿題にすればいいんだから、宿題というか翌日にやればいいんだよ。明日これやろうって、明日これできるようにしようって、でも今日はこれをできるようになったねって、頑張った私って、俺頑張ったよって、しっかりそこを確認して寝るようにしてください。
で、次に勉強面、まあ、どういう勉強をするかってとこに関してなんですけど、これは、まあ、その子その子によって状況が違うから、一概に、もう絶対こうしなきゃいけないっていうふうには、ね、参考にしなくても構わないんですけど、まあ、自分がよくやるのは、もう1ヶ月を切ってる。まあ、センターもね、さっき言ったように2週間を切ってるので、もう新しいことそんなやらないです。基本的には今までやったことをちゃんと定着してるかの確認に行く。自分はね、自分はそうやってたから。ただ、定着がある程度いけると。うん、大丈夫かなってなったら、じゃあ新しく、あれもこれもってやると、新しいことをやった時っていうのは基本的にできないことにチャレンジしてるから、あ、やっぱこれもできねえのか、これもできねえのかって言って、さっきと同じ自分の不安を煽ることになっちゃう。どん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 焦りが、なんだろう、蓄積してしまうので、まずここってピンポイント攻めるの。もし新しいことやるんだったら。で、この部分を、あ、OK ってなったら次に行く。いろんなできないことが目に行くかもしんないけど、優先順位決めるの。あれもこれもって一気に穴埋めはできないからね。必ず一個ずつ埋めていく。でも、そうじゃなくて、できるんであれば、今までやってきたことの確認というか、今までやってきたことが、それでも、なんだ、昔やったことやっても忘れてることもあるんだよ。それもいいから。忘れてたんだったら覚え直せばいいだけだから。いいね。そう言って、自分のやってきたことを、つまり、地を、地面を固めるじゃないけど、足元をしっかり固める作業を、この時期はやってったらいいかなと自分は思ってます。そう。ただ、最初にも言ったように、そうじゃなきゃダメっていうわけではないので、その、なんだ、みんなの考えがあって、こうやった方がいいかなって思うものをぜひやったら構わないんだけど、どうしようかなって不安になってる方は、ぜひね、今までの復習というか、定着してるかな、ちゃんとできるようになってるかなっていうのを復習する作業に当ててもらえたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。